借金をお持ちのあなたにメッセージでございます。借金の額はいくらでしょうか？3000円ですか？10万円でしょうか？いやいや、300万ぐらい借金してるかもしれませんね。人によっては1000万、2000万、いやいや5000万、1億の借金をして頭を抱えてるかもしれません。頭を抱える必要はありません。借金っていうのはあなたが借金があると思ってるから借金なんですよ、ね、世の中には借金が返せない人大勢います。高額な借金を返済した人大勢います。その中のあなたは一人に過ぎないんですよ。ありふれた人々の営みの中のあなたもありふれた人です。借金をいくら抱えててもね、逆に言うとね、世の中で借金ない人っているんですかね？誰かは必ずお金借りてますよね。例えばスマートフォンの支払い借金してますよね。だってまだ使ってるのに後払いでしょ。借金じゃないですか。そういうところからこれは借金じゃないと思う人がいるんですよ。いや借金ですよこれは。だからお金の勉強ができてないと思います。お金の捉え方が全く甘いと思います。借金ね、家のローンを20代で組んでる人大借金じゃないですか。それいつまでに返すんです？60歳ですか、70歳ですか。よくやりますね。60歳70歳まで借金を抱えながら生きていくなんて相当タフですよ。私はね、そういうタフさがなかったです。でも3000万という借金を、それ以上の借金をいつの間にか作っちゃったことがあります。最初は100万200万から始まりました。いつの間にか1000万を超えて2000万を超えて、督促状がゴムでね止めた督促状がポストに入らない状態でこう入ってたことがあります。いやー、きつかったのは借金200万から300万の時です。私はお金の全然ね体験とか勉強ができてなかったんで結構心にきました。その時は家に帰るたんびにポストの中を見るのがすごく怖くてね、1枚の督促状、黄色とか赤とかで来るわけですよ。うわーと思いましたね。ものすごい圧力感じました。毎月届くんですよ。毎月届いて毎月うんざりするかと思ったら毎月届くもんだから慣れてきました。なんかこれが来るだけかみたいになってきましたね。でそのうち束で届いた督促状、まあどうせ返せないし、返すにしても今日明日に返せるわけじゃないし、まあ、捨てちゃえみたいな感じですよね。また来るわけですよ。電話もかかってきます。でも電話をかけてくださるオペレーターの方、その人はおそらく時給1200円で働いている単なる派遣会社の社員です。その人に言われてもね、へっちゃらですよ。すいません、何々会社なんですけど、とかね、三井住友ファイナンスなんですけど、全然怖くないです。あなたは単なるそこのアルバイトかなんかでしょ、社員さんでしょ。あなたの給料に別に影響したり、あなたが飛ばされるわけじゃないし、あなたからお金を借りてるわけじゃないんですよ、と。だから私もへっちゃらです。電話かけて、あ、どうもどうも、あ、お金ね、今ないんですよ、って。あ、今度払います。来週まで。あ、わかりました、わかりました。はい。終わり。で、その電話すら出るのがもったいないなと。こんな電話に出てる暇があったら、お互い稼いだ方がいいんじゃないのっていう風な気持ちでね、私は電話に出なくなりました。いや、でもね、やっぱり借金ってのは、返さなくていい借金ってのはないと思いますから、基本的には全部返すべきだと思います。で、私がした借金ってのは3000万以上あったんですけども、でもね、私がその借金を抱えたところで、20代の若者の多くがですね、マイホームのローンを組んでるわけですよ。いや、同じ借金だよね、と。同じぐらいの額だよね、と。だから多くの人がこのぐらいの借金抱えてるわけだから、自分だけがね借金2000万3000万でうろたえてもしょうがないなって気持ちがありましたね。だから借金を返さないといけないってマインドセット、本当にね持たなくていいですよそんなの、だって借金どうせ返すんでしょ、いずれ死ぬまでに。それでいいじゃないですか。で、借金っていうのは返すのが遅れれば遅れるほど利息っていうのがつくんで、お金を貸した人は得するんですよ。だからいいじゃないですか。で、そうしてる間にちんたらちんたら払ってるうちにお金を貸してる会社が潰れますからね、それでもいいじゃないですか。で、利息ってのは返さない人のこの回収焦げ付きの分も込みで利息ってのは設定されてるんで、あなたが返さなくてもね、別に会社困んないんですよ、困んないし、その会社自体は借金がこう返ってこない、回収できないそのリスクに備えてちゃんと保険もかけてますから。だからとりあえずは借金が毎月毎月ね来てね、モチベーションが落ちるとかね、マインドセットがどうこうとか言うんだったら、あなた一人が借金をきちんと理事に返したところで他の返さないやつがいるから、あんまりねあなただけを狙ってメッセージが来るってことはないですよってことで、まずはちょっと落ち着いてもらって、あとはね
本当にお金を返したいんだったら、そんなね、悩み相談のメールを送ってる間に1円でも多く稼ぎなさいって話ですよ。何無駄なことやってんだって話ですよね。人生に何が一番無駄かっていうと、悩んでる時間ですよ。あの悩んでる時間って何も解決してないですからね。で、人に相談してる、そんなね、ことをやってる間も何にも解決してないです。違うんですよ。お金がないんだったら稼ぐ。以上で終わりですよ。ね。借金が返せないんだったら待ってもらう。それしかないじゃないですか。もしくは踏み倒してください。そのぐらいの気持ちでお金借りないとダメですよ。お金を借りた瞬間に、踏み倒してやるぜ、これは、とかね。絶対返すぜ、みたいなね。どっちに決めたんですかってことなんですよ。返せるんだったら返したいな、とかね。うん、できれば払いたくないな、みたいなね。なよなよな気持ちでやってるからビジネスもうまくいかないんですよ。ビジネスをうまくいかせると思ったら、こいつに絶対売って、こいつから50万絶対回収してやるぜみたいな強い意志があって、100万円の商品をボーンと出して、感謝した上にお金をもぎ取ってやるぜみたいな気持ちがないと商売うまくいかないんですよ。ね。喜ばせて、金まで払わせる。そして、払った人が、ありがとうございます売ってくれてありがとうございますみたいにさせるような商品を作るぐらいの強い意志がないと商売はできません。あのね、10万20万もらっていいんでしょうかみたいな商売人は商売人じゃないですよ。もちろんね、態度として偉く出ろってわけじゃないですよ。でも心の中では、この商品があってあなた助かったでしょと、あなた役に立ったでしょと、私から買わなかったらどんなカスを掴んだか分かりませんよみたいな気持ちで商品出さないとね。吉田さんもそう思ってるはずですよ。吉田さんはね、私と同じようなマインドセットがある。自分がやらなかったら他のカスな商品を掴んで被害者がもっともっともっと生まれるから、自分たちはサポートは、おそらく他のセールスマンよりもね、サポートはもうむちゃくちゃやるぞと、スキルもあるぞと、人とのつながりもあるぞと、絶対にあなたを見放さないぞと、あなたが逃げなければねっていう、そういうふうな気持ちでやってると思うんですよね。吉田さんはバン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 商品売ります。それはある意味自分のためでもあるんですけども、だって吉田さんが商品売らなかったらね、他の詐欺業者がいっぱい商品売って、吉田さんが売らなかったがために被害者が増えるっていうね、そういうロジック、私もそれは共感します。その通りだと思います。で、私はね、私は別の立場で、有料の商品は怪しくて怖くて手が出ないから、無料同然なんだけども、むちゃくちゃいいものを私は提供しますよって形でやってるわけですよね。まあでもそれもね、今年の3月で終わりですよ。4月からは超値上げしていき、超値上げってことでもないですけど、45万全納しますからね。もうね、こうなったら私はね、商品売れなくてもいいと思ってますからね。もう商品買うなと、久保哲郎の存在がなくても大丈夫なあなたになってくださいっていうメッセージでね、もう私の商品いらないでしょって話ですね。もう私は私自分一人で幸せな家庭を築いて終わりでいいんでまあでもね、久保さんに共感して、久保さんから商品を受け取りたいって方のために速稼塾ってものはね、ありますけどね。という形でこそっとセールスをしながら今回の動画を終わらせていただきます。さあ、まとめますよ。借金があるぐらいでへこたれてビジネスができない、情けない。そういう人はビジネスやらないでください。私のフィールドに入ってこないでください。そういう人、お金がないからやる気になる人だけ来てください。もうね、アマチュレ、もうそんなね、相談事をね、私の耳に入れないでくださいって話ですよ。うん、ね、頑張ってください。でもね、本当にね、借金があってそれに悩むんだったら、借金を打破するために稼ぎの道に、衝動に、商売の道に入ってきてください。待ってます。